映像になりますので動きをいただけると助かります。はい、撮ったよということで、はい、パートナーの助野さん、この銅メダルにつながったもの、何が一番の原動力ですか？重圧などが今解けている状況かなと思っております。目標は本当に金メダル目指して頑張っていたんですけども、なかなか緊張だったりとかもあって思うような結果が出せなかったんですけど、最後こういう形で諸石選手と2人でメダルをも取れて本当に幸せです。徐々に、メダル取ったなという実感は湧いてきました。表彰式にですね、菅野選手からメダルをかけてもらった時、うん、やった銅メダルだという実感がその時に一番やっぱり湧いてきました。車椅子テニス、日本に勝てる国はもうどこにもないぞというぐらい、もっともっと強くなってほしいです。今回の、東京パラリンピックでですね、車椅子テニス日本全国の、テニスファンの皆さんに、知れ渡ったと思うので、また小さいことですけども、地元に帰って車椅子テニス、こういいですよとかこういうアピールも、していけたら、もっともっと広まっていくと思います。